1177年から1185年のシロンスク・アイイロが1177年に創設されたグーグフ公国コンラトラスコの儀はグーグフ公。ブワディスワフ2世の三男。母はオーストリア編境博レオポルト3世の娘で、ローマ王コンラート3世の威夫妹であるアグネス。ボレスワフ1世、ミエシコ1世の弟、ホソアシ公と呼ばれた。 コンラトの幼少期については半然とせず、秩父ブアディスワフ2世の背後に一家が亡命生活を送っていたドイツのアルテンブルクで1146年頃に生まれたと思われる。末息子だったため、将来は聖職者として身を立てるよう、フルダのベネディクト会修道院で教育を受けた。コンラトが未成年だった1163年、二人のニー・ボレスワフ1世と、 ミエシコ一世がポーランドに帰国し、いとこの神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の支援によって、おじのポーランド大公ボレスワフ四世から父の世修了、シロンスク公国を取り戻した。この時、コンラトはまだドイツに暮らしていたと思われる。ボレスワフ一世とミエシコ一世は境地体制を敷いたがすぐに紛争を起こし、 1173年に広告を二分して、統治を始めた。長男である、ボレスワフ一世は、ブロツワフと、グーグフを含む定地シロンスクの広い地域を領し、ミエシュコ一世は、ラチブシと、チェジンの統治者となった。コンラトが、青年に達して、シロンスクに戻り、自分の相続権を主張すると、兄弟間の相続をめぐる不和が再燃した。1177年までに、 ボレスワフ一世は、おじの太鼓カジミエシュ二世の許しを得て、グーグフ公国を新しく創設して、コンラトに活動した。コンラトは生涯結婚せず、子供もいなかった。彼は1178年以後資料に登場せず、この後すぐに死んだと思われるが、一部の資料では1190年に死去したとされている。医療は、ボレスワフ一世が相続した。ありがとうございます。